ちょっとほっこりできるこちらの映像をご覧ください。ミルクを美味しそうにぐいぐい、いい飲みっぷりですね。香川県にある白鳥動物園に暮らすこの3匹の子豚さんは、先月5日に三つ子の赤ちゃんとして生まれました。ご飯が大好きで食いしん坊な若葉に、好奇心旺盛なもみじ、そしておっとりしていて垂れ目がチャームポイントのカエデ。生まれてから1ヶ月が過ぎ、個性も出てきた3匹ですが、現在は来月行われる予定のナイトズーでのショーに向け、日々トレーニングを頑張っています。豚さんも結構賢いので、覚えが結構早くて、まあまあ8月のショーには出せるペースではトレーニングできてます。すくすく成長する可愛らしい3匹の子豚さん、お披露目が楽しみですね。いや、3匹の個性がしっかり出てて可愛いですね。特に垂れ目がチャームポイントのカエデ、本当に垂れ目でした。びっくり。ショーが楽しみですね。